ああ、早速、エアバッグの警告灯がついちゃったよ。そんな時はこれ。クリエイターの診断機です。皆さん持ってるかな？オートがこんな変な、へんてこりんなやつなので、普通、OBD2 ポートに変換する。ケーブルですね。これを用います。で、気をつけないと、ここがちょっと割れてしまってますね。ガイドラインがですね、ここに真ん中に切れ込みが入ってるんですけど、だからちょっと大体の勘で合わせます。まあ、あまり無理せず。はい、入りました。はい、そして、イグニッションはオンのまま。というか、後でオンにしようかな。イグニッションオンで、いや、つないでイグニッションと。つないで。はい、つないで、つなぐとこんな感じになりますね。エアバッグついてます。はい、じゃあ、これでリセットをかけます。ダイアグノース、システムコンフィギュレーションとあります。はい、OK 押します。で、3シリーズ選びます。OK、あ、違った。3シリーズ選びます。E46 選びます。これぐらい、3シリーズ系だったらこれぐらいの車まで対処できますね。F90 まで、F30 までか。F30 まで対処可能。はい。そして、ドライバーかな？ドライバーだったかな？で、エアバッグを探します。あ、違いますね。シャーシーかな。違う。ボディか。ボディでした。エアバッグ。エアバッグありました。はい、選択します。これは関係ない。トラブルコードを読んでみます。はい、ありました。パワーサプライ、ベルトテンショナーとありますね。よくこれ出てくるんですよね。もう持病みたいな感じ。それで、これを、イレーズします。はい、イレーズできました。これで完了です。で、これで消えてれば終わりになります。消えませんね。消えません。もう一回やりましょう。今度この状態でやってみます。今日エアバッグの警告灯がついたんですけど、たまにこう出ることがあったんですね。で、まあ、いろんなネットで調べたりして、いろいろ対策を何度もしてきたんですが、やっぱりしばらくするとまた出るっていうことで、根本的な解決にはやっぱなってなかったのかなと思ってたんですが、今日気づいたのがですね、どうもやっぱり断線してるっぽいということで、実はですね、このちょっと折れ曲がってる部分が見えますか？これね。コードが、カバーが。これシートベルトテンショナーの方に行ってる配線なんですけど、もう購入時からね、エラーが出るときは、シートベルトテンショナーの異常っていう、コードが出てたんですよ。で、ディーラーさんはね、シートベルトテンショナーそのものを交換してくれたりとか、してまして、
それでも出るんですね。何年経っても定期的に出たりするんですね。で、これ多分ですね、まあ、だいぶ自分も経験積んだこともあるかもしれないけど、アルファロメオの経験がちょっと役に立ってるというか、やっぱり、こう、外車って断線してることがあるんですよ。妙な固定の仕方の、ちょっと日本車ではあんまりないようなね、ちょっとこう、配線に無理がかかるような固定の仕方をしてる時があって、で、今日は実はここの部分ですね、これ実はタイラップで相当固く、ここに止められてました。あ、ここに今、名残がありますけど、さっき切ったんですけどね。これですね。これ。これ、タイラップをね、これもうギューって押さえつけるような感じで、もう固く固定してたんですよ。もちろんこういう線がね、なんかそのシートベルトの、ごめんなさい、シートのこういうレールに挟まったりとかね、それ自体は非常に危険なので、まあ慎重に固定するんでしょうけど、あまりにも強く締めすぎ、僕的には。だから、それをもう外して、で、エラーコードを消したらね、もう消えました。さっきまで何度やっても消えなかったんですね、実はね。その動画はちょっと撮ってるんですけど、今動画は撮ってませんけども、エアバッグの、警告灯は消えました。ここね、もしかしたら、あんまり触っちゃいけない、断線しかかってる可能性があると思うんですね。だからこれはもう緩やかに固定をしたいと思います。で、じゃあどうするかっていうと、あ、そうか、これが、緩やかにね、固定すればいいのに、めちゃくちゃきつく固定してるんですよ。だから、ちょっとカメラに手が入り込んだりしてますけど、なんかなんでこんな固定の仕方するんだろうってね、時々思うことがありますね。それじゃあ断線するだろうとか、多分あまりその生産時点ではね、こう考えないというか、タイラップを、そうですね。まあもちろんここに負荷がかかってはいけないわけですけど、安全に固定しないといけないわけですけど、これでね、永久にもう解決してくれるとすごく嬉しいんですけどね。まあ、日本車とかではやっぱりあんまりないパターンの故障ですよね、きっとね。こういうのはね。あ、これでどうですかね。これでね、緩やかに固定すればいいのに、すごいギチギチに固定してるので、ディーラーさんとか、まあ修理工場もそうですけど、あんまり配線をね、見てくれないというか、見ない傾向に私の経験上あるような気がしますね。配線おかしくなってるでしょって思うんだけど、配線見ましょうよっていうことなんですよ。よく。その電気系統のね、故障はね。はい。これでちょっとうまくタイラップが止まってくれればいいんですけど、ちょっと短めのタイラップなんで、探せばまあ、もうちょっと長いのあるんですけど。はい。はい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 。あ、これじゃ止まりませんね。ある程度引っ張らないと。はい。こんな感じでどうですかね。ほら、ここにストレス、わかります？ここにストレスかからない。さっきここをギューギュー、ギューギューってもう押さ、ね、これねじ曲がるような締め方してたんですよ。これ、やっぱり断線とか混線とかね、するんじゃないかと思うんですね。あんまりこう、強く締め付けるとね。で、こんな感じで、多分大丈夫と思いますけどね、これでね。
もう、もしかしたらもうこれが本当に原因だったら、ここが原因だとしたら、エラーの原因だとしたら、もう二度と起こらないかもしれないです。でも、断線しかかってるようだったらまた出るかもしれないんで、その時はここをカットして、中をチェックしてみたいと思います。はい。今日はあの、BMW のね、ちょっと、車検取って早々、エラーが出ちゃいましたので、ちょっと、DIY で修理してみました。以上で終わります。はい、警告灯消えました。